レーモン・ルーセル・レーモン・ルーセルは、フランスの小説家、詩人。奇想と言語実験的作品が、ダダイストシュール・レアリストたちに高く評価された。アフリカの印象、ロクス・ソルス、および言語の難解さで著名な、新アフリカの印象などがある。パリのマルゼルブ通りで、株式な加害人の父と資産家の娘の母の間に3人兄弟の、 末っ子として生まれ、派手な暮らしぶりの中で幼少時代を過ごし、13歳の頃からピアノを学ぶ。父は17歳の時に死去し、ミシェル・レリースの父が財産管理の相談役となった。1889年、パリ国立高等音楽、舞踊学校のピアノ科を受験。翌年に予備科に入学し、1893年に合格して入学。 ピアニストを目指し1898年まで在籍していた。しかし在学中に音楽より詩人の素質があると考えて詩作を始め17歳の時に我が魂を執筆自らの因の生産力を自覚する。1896年に諸女作である長編陰文小説代役を書きルメール書店から自費出版する。 この執筆中にルーセルは栄光の感覚を味わい、後々までその感覚を探し求めることになる。この体験については、後に神経症の治療に当たったピエール・ジャネの著作、不安から甲骨へ、で、症例として記録された。しかしこの作品は全く評価されず、大きなショックを受け、これ以後鬱病の発作が始まるようになる。1900年から平気につき、 その4年の間にシックノード長めを出版。シックノードではほとんど同音だが意味の異なる二文を作り、そのうち一つで始まり、もう一つで終わる筋を作るという独特の方法が用いられた。アフリカの印象アントワーヌ・ザ・ジョエンジのポスター長い模索の時期を経て、1909年にアフリカの印象をゴロワ・デュディ・マンシュが見に、 新聞小説として連載し、翌年出版。難解なこの作品は理解されなかったが、ビアリッツにある母の別荘の隣人だったエドモン・ロスタンに勧められ、1911年に芝居として脚色してフェミナ座で上演。続いて、アントワーヌ座で1ヶ月間上演したところ、この子牛の配蔵のレールやチタールを弾くミミズの登場する奇妙な舞台に、 観客は、呆れ、支配人に、抗議の手紙が殺到した。しかし、観客の中にいたギオーム・アポリネール、マルセル・デュシャン、フランシス・ピカビア夫妻、11歳のミシェル・レリスなどは、この時の感動を後に記録している。続いて1913年から、ゴロワ・デュディ・マンシュが見に、各州で、ロクス・ソルスを連載し、1914年に、単行本化。これは、 アフリカの印象と同じ手法を駆使して公文に凝った作品でロベール・ド・モンテスキューが好意的な批評を寄せた以外は全く反響がなく再び芝居として上演することにし莫大な資金をかけて台本と演出は当時の流行作家であったピエール・フローンで主役にガブリエル・シニオレなど当大の名優たち音楽はモーリス・フーレ装置はエミール・ベルタン 衣装は、ポール・ポワレなどを揃え、1922年に、アントワー・ヌザで上演された。公演は熱烈な支持者であったアンドレブル・トンラ、ダダイストたちが桜となって、拍手喝采した以外は、監修は激しく反発し、その騒ぎのために二日目、三日目は、休演になるほどのスキャンダルとなった。しかし、このために、小説の方にも注目が集まり、多くの国評の中で、 ディラダンやポーに比する、好意的な表もいくつか現れた。1924年に、学の星をボードビルザで講演したが、ルンセルの熱烈な支持者であるブルトン、ロベール・ベスノス、ポール・エリュアール、レリー・スララと他の観客との間で騒ぎになり、乱闘にまで発展して、後に、シュルレアリストたちのエール何の戦いとも呼ばれた。続いて1926年に、 ゴミのように無数の太陽を、ポルトサンマルタンザで上演したが、今度は破綻のない宝探しの物語であったことから、前衛的な作品を期待していた。批評家からは、凡庸な作品と評され、またシュルレアリストたちからも高い評価を得られなかったが、ジャンフェリーだけが、物の連鎖を書き綴っただけと評していた。新アフリカの印象、カバーこれらの出版。 上演によって、ルンセルは相続した財産を使い果たし、1928年に自宅を売却して、エルヒンゲン伯爵夫人となっていた姉の屋敷に移り住む。また、この年に1915年から書き始めていた、新アフリカの印象を完成。これまで以上に難解となった、この作品は1932年に出版され、ダリに激賞された他は、 かつての支持者たちにも理解されなかった。この後、創作はほとんど行わず、睡眠薬とカフェでのチェスに没頭する。この時に、レーモン・ルーセル式というチェスの定石を考案した。旅行好きでもあり、1920年には世界一周を企て、1925年にはキャンピングカーでヨーロッパのあちこちを訪れたりした。1933年に、 私は、いかにして、ある種の本を書いたかの原稿を、死後観光のことと指定してして、印刷屋に渡して、1910年から愛人となっていたシャルロット・デュフレーヌと共に、シチリア島パレルモに赴く。ここで睡眠薬に明け暮れる生活を送り、中毒の治療のために、スイスの療養所に向かおうとする日の朝に、ホテルの部屋で死去。私は、いかにして、 ある種の本を書いたかは、死の、翌々年に刊行された。1989年に、トランクルームのブデル商会から、倉庫に眠っていた9個のボール箱に詰め込まれた、ルーセルの遺構、遺品が、パリの国立図書館に寄贈された。その中には、1900年頃に執筆されたと見られる、陰文の大作、セヌ川、結婚など、新発見の一万行の詩、 長編小説、陰文劇、その他の写真や書類などが入っており、20世紀、フランス文学の最も異様な発見として話題になった。1994年から、ルーセル全集が、ポーベール社から刊行され、これらの遺向も収録された。ロベールとモンテスキューは、ルーセルの詩、眺めを早くから高く評価していた。 このペン軸の先のガラス球の中にはめ込まれた海岸の写真について65ページにわたって描写する作品が史上の完全な欠如を意図する作品とし人間の頭脳が生んだ最も奇異な観念の一つで12音綴り形式の精密機械であると評した私はいかにしてある種の本を書いたかでは彼の手法について明かされておりアフリカの印象 ロクス・ソルス、学の星、無数の太陽、および構想用資料だけが、私はいかにしてに含まれている。なにてが、その、手法による作品になっている。また1900年代に書かれた、爪は、磁器など三つの短編も、最初と最後の文章がほとんど同じ音を持つという、方法で書かれていた。アフリカの印象は、熱帯アフリカにある。 コニュケレ王国の王の性別式とそれに伴う行事、漂着したヨーロッパの客船の乗客たちによる演芸大会が描かれ、続いてそこに至るまでの経緯が説明される。これらは音が似ていたり意味が似ている語や文を組み合わせて相話を発想するという方法で書かれた。ロクス・ソルスもまた同様の方法で書かれ、パリ郊外に住む科学者の邸内の発明品の 数々を見て回るという展開となっている。文体は無個性に見えて、いかに少ない言葉で表現できるかを追求したもので、私は一行一行に血を流しますという言葉を邪念に向けて残している。新アフリカの印象は、エジプトの観光地の写真の描写をテーマとしている100ページほどの陰文作品で、カッコの中に何重にもカッコが開かれるという難解な。 公文で書かれている。同時代には、ブルトン、ジャンフェリー、ミシェル・カルージュ、ミシェル・レリースなどが、ルーセルを高く評価し、ブルトンの、シュルレアリスム宣言では、古今の作家に並べて、ルーセルは逸話においてシュルレアリストであると述べられた。ただし、ルーセル自身はシュルレアリスムにはさほど興味がなく、尊敬していた作家は、ジュール・ベルヌ、ピエール・ロッチで、アレクサンドル・デューマや、 コナンドイルを好んだという。ダリは革命のためのシュルレアリスム詩で、新アフリカの印象について、東大にあって、私的に最も捉えがたい、したがって、最も未来性に富むと評した。モンテスキューは、アフリカの印象、ロクス・ソルスにも、好意的な表を書き、ルンセルの手法を、一見解けそうもない事実の方程式を出しておいて、その後で、 全く議論の余地を残さないほど、もっともらしく、やすやすとそれらを解いてみせる大数的情熱と、述べており、ルーセルも、私は、いかにしての中でこの表現を引用している。モンテスキューは、ヌイ居住時には、隣人同士で、ルーセルの姉の前夫、シャルル・ドブルという公爵とも窮地であったことから、交際もあり、モンテスキューの死まで文通が続いていた。 死後の1960年代になって作品が再刊され、ミシェル・ビュートール、ミシェル・フーコー、ジャン・スタ・ロバンスキ、アラン・ロブ・イコール・グリエ、ジャン・リカルドー、ジュリア・クリステバなどが、ルーセルを論じ、フーコーのレーモン・ルーセルでは、言語実験について述べた。フランソワカラデックのレーモン・ルーセルの生涯では、彼の生涯が綴られ、ルーセルは同性愛者でもあり、 1897年には少年を相手にする事件で警察沙汰になったなどの事実も明らかにされた。イアン・ワトスンが1973年に発表したエンベディングは新アフリカの印象で使われた言語による思考というアイデアで書かれた。生誕100年にあたる1977年には格雑誌新聞が特殊号を出しアフリカの印象の テレビドラマが放映された。ルーセルは、現代文学の偉大な先駆者の一人とみなされ、デュシャン、レーモン・クノー、ミシェル・ビュートールなど美術、文学に大きな影響を与えたとされている。日本での紹介は、1975年に、風光のレーモン・ルーセルが訳され、雑誌、地下演劇、ユリーカ、が、ルーセル特集号を組み、1980年に、 アフリカの印象が訳された際には、図書新聞第一面で紹介され、渋沢龍、種村末広、吉松豪蔵らの好意的な表が寄せられた。保坂和氏は、小説の誕生で、アフリカの印象、ロクス・ソルスを紹介している。ありがとうございます。